して、どうもお世話になってます。オカリナの平本です。ということで、今日はですね、ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。誰と思う方もいるかもしれないですけど、カンターレのね、マスクをね、作ってくださってる人なんですよ。ちょっと今日ね、クリスマス仕様で、赤いのね、作ってよ、つって。そうだね、ちょっとね。こういった感じ。はい。これですよね。こんな感じで見えますかね。まあ後でね見せるけどね、オカリナがあって、カンターレ、これカンターレのロゴっていうのは商標登録取ってるから作れないからね。そうだね。そうなんですよ。作っちゃうと商標登録違反になっちゃうから、でこれを高いね楽器買ってくれた方にはプレゼントしよう。まあ、よくあるじゃん、コフレみたいな。ああ、なるほど。でもちろん単品売りもしてますので、まあ後でね、概要欄の方見ていただければいいなっていうことなんですけども、実は、何年何年何年だろうね。30年ぐらい。そうだね、小学生なんだよね。なるほどね。ということで、小学生からの、まあ、友人でもあるわけでございますよね。ということで、まあ、育夫君でございます。ということで、よろしくお願いします。本当に直線距離で行ったらさ、めっちゃ近いよね。近いね。土手があるからさ、そうだね、遠く感じるけどさ、これ、ドローンで行ったら、1、2分だよね。1、2分だね。ねっていうぐらいの近くに住んでて、はい、なんかさ、あれだよね、要所要所でさ、そうだね、なんか合うんだよね。まあ、ずっとつるんでるわけではないんだよね。そう不思議だ。そう不思議なことに、不思議なことに、なんかそういう方ね、皆さんもいらっしゃるんじゃないかと思うんですよ。ずっとつるんでたわけではないんだけど、要所要所の節目で必ず合うっていうね。ね、そう不思議なんだ。だからマスクも、あ、もちろん母親同士が仲いいんだよね。そうだね、そこだね、そこがあってね、そこがあって、あ、仲いいんだけど、まあ、それでね、育夫君がこういうやつやってるよってことで作ってもらって、やっぱりその、カンターレのさ、一応オフィシャルのマイク。オフィシャルマイクだからね。だからすごくね、使ってますって人いて、やっぱりね、ピタッとしてるこっちの方が人気みたい。だからね、ぜひ皆さんね、よろしくお願いしますということなんですけども、本当に小学校からだもんね、あれさ、一回転校してきたんだよね。そう。で転校してきたのって3年 ?4 年だ、ね、4年か、まあ、言ったらもともとは笠間にいたよね。そうそうそう、転校してまた戻ってきた、戻ってきたんだよね。そうそう、だって実家だってすぐそこにあるんじゃん。 うん、でその転校してきた日をお互い覚えてるの、ね、覚えてる。それがすごいよね。不思議だよ ね。俺も前から聞いてたので、育夫君戻ってくるよって言って、で、あ、行って育夫君だって言って、教室の前の階段の廊下のとこで喋ったの。そうね。これさ、覚えてんの、覚えてる、不思議だよ。初恋の人だってそういうの覚えるじゃん。確かに ね。こっちじゃないでしょ。うん。ねえ、こっちだもんね。ほんでさ、俺サッカーやってたじゃん。うん。サッカーやんなかった、小学校。やった。やったじゃん。あ、なんでやめちゃったの。だって上手だったじゃん。なんで、レフティーだ。レフティーね。左利きだから。ちょっと入ってたよね。入ってたよね。だから、でもね、その日の記憶はね、曖昧な。あ、そこは飛んでるの。そうそう、階段のところが鮮明なんだ。ああ、そうか。で、俺サッカーやってて。あ、あとさ、一本前の動画に、俺小学生までは結構モテてたっていう動画あげたんだけど、そこそこモテてたよね。モテてたね。ほれ、ほれ、ほれ。これ、嘘じゃないよね。なんだろうね、やっぱりチョコとかもらってたよね。めちゃもらったんだ、俺。だってあれいいだろうね、ね、今で言ったらストーカーみたく来たのよ。ええー、っつってんのに駆けずり回って。うん、そうなんですよ。私ね、モテてたんですよ。でも小6ピークね。あ、そうで、中学校を、まあ、小学校の上にあるわけで、でこれも締め合わせたわけでもなく同じ部活なんだよね。そうだね、テニス部、ね、テニス部で同じく公営。光栄だね。俺も光栄。はい、ただし、育夫君は、いわゆる団体戦に出られるエリートだったよね。まあ、あれは1位じゃん。あれはね、多分だけど、うん、やっぱレフティっていうのが強かったと思う。いやね、あれさ、俺さ、サッカーやっててさ、そこそこ中央地区とか、選抜に選ばれてたから、うん、これ何やってもいけと思ったのよ。
全然入んないのよ。あれさ、異国さ、巻くじゃん。巻くね。巻くじゃん、うん。あれができなくてさ、フラットで打つとストーンっていくしさ、ね、ちょっとこう、引き出しためにやろうとするとさ、ネットの2メートル前でバウンドするんだよね。どうにも勝てなくてさ。あれ結構強かったよね、俺らの代前後って。強かったね。うん、中央地区は勝った？中央地区突破した？は突破してない。してないんだって。中央地区のどうなったかな。あんまり1回戦ぐらいで負けてたと思うけど。あれそう。うん、そうで。その時の顧問がまあローカルの話だけど椎名先生じゃん。うん、そうだね。でうちの息子の小6の最後の先生が椎名先生だ。椎名先生と僕と息子で写真撮ったよ。うん。でその時に椎名先生がもう退職っていう。あ、そうなんだ。そうで息子が父親のイメージはって言ったのよ。うんうんうん。一言。うん、サッカーは上手かったなって。それだけかって。でさらにさ、高校も一緒なんだよね。高校も一緒。これも別に示し合わせたわけでもなく、高校も一緒なわけじゃん。ね、なんだかね。で今だったらさ、うん、割とその、あのなんていうの、私立に、まあ俺ら私立なんだけど、私立に行くっていうのは普通じゃん。うん、でも、俺らの30年ぐらい前って、うん、県立落ちたら私立っていう感じでしょ。ね、滑り止めみたいな。そう。うん、で、俺は、漏れなく怒ったんだけど、伊藤君で戦後？いや、俺も落ちた。それも一緒だ。落ちていいってね。で、そっからさ、いろいろやったじゃん。まあ、俺もやったりとか、ね。まあ、だって俺専門学校行って2ヶ月で中退してとか、まあ、でもう一回勉強し直してとか、異国の陸上行ってたもんね。そうだね、自衛隊に行ってたもんね。ムキムキなんだよこれ。いやもうぷよぷよだよ。いやぷよぷよだけどさ、いやないよ。あ、でけえわやっぱり。そう、うん、陸上自衛隊ここですよ。そこからのバーテンダーもやってたから。バーテンダーやって。なんだろうね、飲食店やったりね。ねえ。だからお互い、やめ癖はあるよね。そうだね。うん。だって俺、テニス入る前に、吹奏楽2ヶ月やめてるから。あ、そうなの？そう。へぇー。あの、当時音楽の顧問に、うん、もう入れって言われて入ったんだけど、女ばっかでやらで、やめて、うん、で、サッカーに戻ろうと思ったの。うん、サッカーは入れなかったのよ。あ、もう頭からしか。でしょうがないテニス行こうか、まあ、テニスで一番取ったろうと思ったら、うん、取ったろうって全然あそこの一組にしか勝てなかった。 いたじゃん2人弱っちいのあれにしか勝てるんだ全然勝てるのそうなんですよっていう人がね、まあ、作ってくれてんですけども、はい、あとまあそこから紆余曲折あってこの間パーティーに呼ばれたんだけどね。うん、ね、そうだね、パーティーに呼ばれました。本当にね、皆さんもね、あのいい車ね買ってる方は分かると思うんですけど、うんうん、いい車買っていい会社の車だとあの納車式になってくるんだよね。うん、そうだね。でその納車式の当日に来てくれたんだよね。そう、当日これがねごつい車でね、まあ車種とかちょっとねあれば言えませんけど8桁だな。あ、そんな言っちゃった。行く、ね、7桁で買えないからね。そうだね。ね、すごい車を持ってきてもらって、まあもちろんね、お母さんとも僕はね、仲良くさせてもらってるんで、こうちゃん何でもいいから食べてってホテルでね、ここどんどんばかりでステーキ食べちゃって。すいません、ごちそうさまです。本当に美味しかったです。まあまあ写真があったらね、載せておきますけど。あとこの間、それで箱根に行ったんでしょ？そう、あれで行ってきてさ、もう、緊張するよね。かっこいいよね。だって箱根もさ、うん、なんだっけ、すげえホテルだったじゃん。そうだね。あれすごいよね。あれはすごかった。でもさ、あの車でズドン横付けしたらさ、対応変わんね。うん、なんかね、違った。違うよ、ね、資本主義社会ですね。そうです。そうですよ。違うよね。違うね。ねえ。俺も一回乗せてもらったけどさ、あれなんか革、うん、なんか、オレンジというかさ、ベージュというか、なんか、すごい、ね、キャメル色みたいな、そう、キャメルが、感じになるのかな。すごいかっこよくてさ、やべえ、泥つけたらまずいとか、そんな感じですよね。まあ、いろいろさ、本当にめっちゃつるんでたわけじゃないんだけど、うん、話はね、なんぼでも俺出てくるよ。だって、伊藤君に、俺さ、伊藤君が、
れやってたじゃん、家庭教師。うん、やってた。俺ね、うんうん、3回ぐらい受けに行ったんだから。え、お母さんに、こうちゃん気になって言われて。え、そうだっけ。行った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 。で、階段登ってさ、玄関開けたらさ、うん、すげえ広いの。あ、そうそうそう、広いんだ。すげえ。あれ、50畳ぐらいあるよね。あるね、あっと50畳あるんだから、リビングが。そうそう、びっくりしたもん。でもそこだけ聞くとね、すごい、いや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 、うちのりんちゃん言ってんだよ、いくおくんちは代々だから。いやいやいや、だっておじいさんが議員さんなんだよ、うん、そうだね、ね、おじいさまが議員様ですよ。あれもね、ちょうどそうだよ、宣伝カーでうちのじいちゃんが喋ってる時、うんうんうん、平本ん家に俺いたんだ、うん、嘘？ほんと？それは覚えてねえ。覚えてない。覚えてない。俺ね、すっげえ覚えてんの。あれ覚えてねえわ。二人で遊んでる時に。マジで？うん。宣伝カー通ってさ。うん。そうだ、じーって言って。ね、今やってるけどさ。ちょうど時期だよ。ちょうど時期だけどさ。そうそう聞かないよ、じいさんが。じいさんが。そうなんだよ。下にさ、黒い。うん、グロリアかなんかあったんだ、ね、あったね、あったよね、よく覚えてるね、覚えてるよ。すごい、いやだってすげえんだもん、みんなすげえいいグロリアがあって、あっ、じいちゃんは議員さんだしさ、うん、あ、そんな時もね、ありましたよね。ということでね、まあいろいろあるんですけど、まあやっぱりね、母親同士が仲いいっていうのがね。そうだね、そこだね、そこだよね、うん、でもうちの母親とさ仲いいってなかなかいないよね。ああ、うん、俺はなんとも、なんとは言えない。よく知ってるけど、ね。でも俺よりさ、うん、なんか芸術家の雰囲気あるじゃん。なんでだ。なんかやんなきゃダメじゃん。だね。いやいやいや。ということで、今日はですね、もう幼なじみのね、まあ、これからも要所要所で何かあるね、多分ね。多分ね。ね、あるね。じゃあ今度はさ、熱海あたりにぜひ連れてってください。お願いいたします。もう本当にお母様にお世話になって、お母様にはあのお金でも買ってもらってるし ね、本当にこの間ごちそうさまでした。ということで、ぜひね、これが欲しいという方もね、私のブログとかにもアップしておきますんでね、よろしくお願いします。ということで今日はですね、これの制作者である陸奥君とね、私の30年代の友人である陸奥君をお迎えして、ちょっと昔話に話しておりました、はい、ということで、皆さんまた会いましょうということで、んじゃあねー、どうも、ありがとうございます。テクニックとってるんですよ、すごいね、こういういきなりテンションを上げるっていうね、そうそうね、面白い。なるほどなるほど、やっぱりカンターレだね。